しむから辛いのがどっちかわからなくなるよ。ガラクタだったはずの今日が二人なら宝物になる。そばにいたいよ、君のためにできることが僕にあるから、いつも君にずっと君に笑っていて欲しくて、周りのようなまっすぐなその優しさを、本当の幸せの意味を見つけた。